平頼康は、戦国時代の武将、武蔵吉良氏、吉吉成高の子として誕生した。当初は、頼座だと名乗った。武蔵国、世田谷城や、道国倉木郡、牧田城に京構えたことから、世田谷御所、牧田御前などと呼ばれた。大英四年正月に、相模国の北条氏綱が、上杉智之の江戸城を攻略すると、後北条氏に従った。 天文2年には宇治津なによる鶴岡八幡宮造営に参加し、材木を牧田から回路で杉田へ送り、そこから延べ5万人の人足で八幡宮まで運んだ記録が残っている。また、宇治津なの娘を正室に迎えており、貝本総月に天文8年6月7日に安産祈願を行った記録が残っていることから、この頃にはすでに婚姻をしていたと思われる。 天文15年11月24日も、佐平佐に、ジョイ、任官された。天文17年に、北条氏康よに知事配慮し、頼安に改名している。ただし、遅くても、天文23年までに、佐平佐を辞している。これについて、頼安が、佐平佐を名乗っていた時期と北条氏と古学傍火が、緊張関係にあった時期が重なっていることから、 北条氏康安が小学坊を排除した場合に、それに代わる権威として、吉良氏を要することを考慮して、小学坊ゆかりの左平さを名乗らせたのではないか、とする説がある。実施はいたようだが、A63 年12月に、堀越六郎の子、氏友を養子に迎え、翌年2月には家督を継がせている。A64 年12月5日に死去し、巻田の勝国寺に葬られた。は、 北条氏に従ってはいたものの、足利将軍家のご一家であり、価格が高かったため、家臣ではなく、触覚として扱われた。北条氏からは諸役を免除され、キラや独自の印板を用いることが認められていたこと、また宇治安からの一時配慮も、変気ではなく、下の一時が与えられていることからも、特別な待遇を与えられていたことがわかる。ただし、宝城氏の価格向上、 勢力拡大に伴い、次第に状況が変わってくる。法事年間頃より、法上氏康が直接キラケの家臣に命令を下す事例が見られるようになり、次第にキラケ家,家臣団の解体が進む。さらに、より安の後を継いだ、氏友の代には、キラケ自体も法上家の家臣として取り込まれ、軍役などに応じるようになっていった。ただし、これについては、 キラシカ診断は両族交わしたものの、最後まで完全な北条氏の家臣に組み入れられたわけではない、とする異論もある。なお、より安が養子に迎えて、家督を譲ったキラ氏とうとう江今川氏の堀越六郎と咲姫の愛の子であった。これについて、母方が北条氏であることを重視して、北条氏がキラ氏に強制介入して、観骨脱退していったとする。 おぎの三七郎や、北条氏が、吉良氏の権威を克服して、吉良氏の所領と家臣を、北条氏両国に編入していったとする、黒田元樹の評価があることに対し、七方が、吉良氏の氏族である、東東美今川氏イコール堀越氏であることを重視して、足利氏に連なる、家に騎手の温存を図るとともに、吉良氏が関東に広く持った地域的なネットワークや、武家古実をはじめとする文化、 儀礼の維持、継承が期待されていたとする谷口祐太の評価もある。ありがとうございます。